アメリカ最大級のソーシャルニュースサイト、レディットに、日本から帰国して呆れることは?というスレッドがあったのでご紹介します。外国人が日本のここが気に入らないという話はよく耳にするけど、逆に帰国してからひどいと感じたことはある?とりあえず、俺がいくつか挙げてみる。関西空港では素早く移動できたが、俺の地元の空港は地元民と観光客が同じ列に並んでいてカオスだ。あと、ほとんどの食べ物がまずくて値段が高い。量が多いからって質を補うわけじゃない。それでは、この投稿に対する海外の人たちのコメントをご紹介します。母国のコンビニは日本に比べるとジョークみたいだよ。でも、スラーピー、海外のセブンイレブンで売ってるフローズンドリンクが買えるじゃん。いいこと言った。スウェーデンじゃ買えない。地元のセブンイレブンは朝7時に開いて夜11時に閉まる。全然コンビニエンス、便利じゃない。少なくとも私の国では24時間空いてるよ。ビールを買うのに便利。スウェーデンでは 2.5% 以上のアルコール飲料は国営の販売所でしか購入できない。平日は午後7時閉店、土曜日は午後3時閉店、そして日曜日は営業しない。スーパーに行ってもビールは買えないし、要するにスウェーデンはディズニーランドなんだ。室内で靴を履くこと、以前は気にならなかったんだけどね。あと、暴力。誰かが車の窓から石を投げて、俺に当たったこともあった。エレベーターに同時に4人以上乗ると、みんな下に着くまでブツブツ文句を言ってる。室内で靴を履くのはアメリカ人。日本人の友達の家に行くと、いつも日本では部屋で靴を履かないんだと言われるけど、その度に私はカナダでもそうだよって答えるの。だって一日の終わりに靴を脱ぐのって最高の瞬間だから。普通はそう。アジア系だったり明るい色のカーペットを敷いているアメリカ人の中には靴を脱がせる人もいるけど、まれだよ。インスタに行けば白いシーツの上でその日の靴を履いている女の子の写真がたくさん見られるよ。接客が最悪。彼らに頼み事があるとき、いつも彼らに迷惑をかけているような気分になる。だって彼らは可能な限り頼み事を避けようとしたり、別のスタッフに押し付けようとするからね。コンビニが最悪。ドライブは楽しいけど、燃料を入れるとき、アメリカのコンビニに立ち寄ると、棚に並んでいるのは古かったり、まずくて値段の高い食べ物ばかり。公共交通機関が最悪。電車は時間を守らない。遅れたり、常に点検中だったり。内装や駅も汚いし、ほとんど整備されていない。スタッフを呼ぶためのピンポンボタンのあるレストランがない。これは、特に大規模な忙しいレストランでは、通りすがりのウェーターを呼び止めるよりも優れたシステムだ。公共の場でアルコールが飲めない。昼食の時にビールを飲むことでさえ後ろめたくなる。飲み放題がない。まあ、あったら大変なことになるが。東京の店にバッグを持ち込んでも誰も気にしない。アラバマの店なら泥棒と思われる。本当だよ。コストコを除いて、ここ20年で2回くらい声をかけられた。日本の店で自分のバッグの中に物を入れて万引きで捕まった外人女性みたいになるなよ。彼女は後で支払うつもりだったらしいが、
マジで？そんなことしていい国なんてどこにあるんだ？日本だからとか関係なく非常識だよ。場所にもよるけど、アラバマなら納得。わら。ベッドやソファーに靴を履いたまま足を乗せて座っている人、気持ち悪い。本当だよね。でも自分も昔はやってたかもしれないと思うと、申し訳ない気持ちになる。レストラン。たくさんチップをもらおうと、過度にフレンドリーに振る舞う人とおしゃべりしなきゃならない。食事中に絶えず邪魔してくる。ああ、それとあれ、チップね。接客の人とおしゃべりするのは楽しいけど、チップは最悪。母国に帰った時に嫌なことのナンバーワン。信じてほしいんだけど、接客係はチップを出し渋る人が嫌いなんじゃなくて、チップのシステムが嫌いなの。もしレストランが本当に合法的で最低限生活できるくらいの賃金を支払うなら、もっと生きやすい世の中になるはずよ。勝手に決めつけないで。一晩で数百ドルのチップを持ち帰る人がたくさんいるし、その方がいいって人も多いよ。私は自分自身のことを話したのよ。そういうたくさんのチップをもらえるのは、お金持ちがいる大都市に住んでいる場合だけ。教会の後にランチに行って、値段が高いと文句を言って店長と揉めるような貧乏な州に住んでいたら、チップはもらえないわ。チップの金額はサービスの質とは全く関係がないの。もうこのシステムはガラクタ同然だから、やめる必要があると思うわ。俺もこれを言いに来た。ポートランドで飛行機が着陸した後に行ったレストランで、食事を途中でやめたのを覚えてる。俺は何年もアメリカに行っていなかったんだが、ウェイトレスに質問攻めされて不安になった。汗だくになったよ。道で英語で話しかけられた日本人と同じような顔をしていたかも。レストランや食料品店の人から話しかけられることになれるのに何ヶ月もかかったんだ。値段を負けるとかじゃなければ、俺を放っておいてくれないか。チュー、俺は反社会的な人間ではないよ。今年の夏に帰国しました。正直言って、平均的なアメリカ人の体重に非常にショックを受けました。日本に引っ越してくる前は気づかなかったけど、キモいです。日本に住む前は、デブのアメリカ人というレッテルに少しムカついてたけど、一度アメリカを出て、健康的な体格の人たちの中で生活すると、アメリカ人がどれだけ不快な存在か実感した。日本に来た最初の1ヶ月間は、日本の女性はみんな拒食症なのかと思ってた。でも、アメリカの健康的な人のイメージが相当偏ったものだったってことに気づいたよ。アメリカ人の服装、私が住んでいた札幌は現代的で保守的な雰囲気が漂っていたけど、みんな素敵な服装をしていた。たまに危険なほど短いスカートを履いている人もいたけどね。オレゴン州に戻ってみたら、みんな汚くて、臭くて、みすぼらしい格好をしていた。体重が100ポンドを超えたらやめるべきだった、ホルタートップを着た女の子たち。シャツを着ないで、膝のあたりまで垂れ下がったパンツを履く男たち。どこに行っても、ゴミのような格好をした人たちばかりだったよ。列に割り込む人や、エスカレーターの両側に立つ人たち。エスカレーターについては同意するが、私の地元の人たちは、そもそも列に並ぶこと自体が苦手だ。アメリカでは、何か欲しいものがあるときは、常に車で行かなければならない。日本では、家でテレビを見ていてオレンジジュースが飲みたくなったら、アパートの真下にあるコンビニまで歩いていく。だいたい往復2、3分で済む。
アメリカでオレンジジュースが飲みたくなったら、まず道に出て、車に乗り、ウォルマートまで10分から15分走り、渡るのに5分くらいかかる巨大な駐車場に停めて、オレンジジュースが置いてある店の奥まで行き、レジまで歩き、車に戻って、家まで戻って、すべての工程に1時間近くかかるんだ。畜生。俺は日本とアメリカ、どちらも愛しているが、日本にいると、アメリカにいるのに比べて時間的に断然便利だ。あなたは田舎に住んだことがないようですね。日本でも、小規模な都市では車がないと不便です。いや、今は東京の中心部に住んでいるけど、以前は奈良と埼玉に住んでいたよ。俺が住んでいたところにはコンビニがたくさんあって、車を必要としなかったけど、日本に田舎があるのは知ってる。日本でコンビニがないようなところに住んでいる人は、アメリカと比べれば、例外と言ってもいいくらいだよ。私は仕事で出張することが多いけど、多くの国では一人分の食事を探すのがとても難しい。日本では、一人で食事をする場所を見つけるのは難しくないし、品揃えもちゃんとしてる。アメリカのように、忙しい時間帯に一人で食事をして、接客係が気づいてくれないなんて問題もない。友達が使うフォトフレームを買うために、ターゲットアメリカのディスカウントスーパーに行ったんだけど、商品棚を見たら、買いたいと思っていたフレームのほとんどが、すでに箱から出されていたり、包装が解かれたりしていた。これは一体何なんだ？ダイソーに行った時は、すべての商品がきれいに棚に並べられていて、通路に商品がこぼれてるなんてこともなかったのに。バスルームの床に排水口がない。シャワーを使って、バスルームの中のものを全部洗うのが大好きだったのに。この方法でトイレをきれいにするのは簡単だからね。でも、ここでそれをすると、床が水浸しになってしまうんだ。カスタマーサービス全般。店舗の従業員は、客の手伝いや仕事以外のことをするのが当然のようになってる。無礼さとろくでなしども、自転車に乗って街に出て10分も経たないうちに、車に乗っていたアホが、窓から意味不明なことを叫んできた。イギリス人のマナーは全般的にひどい。ロンドンとの往復にメガバスを利用したんだけど、バスに乗った時、妻の座席の後ろの女性に席を下げてもいいか頼んだんだ。会話はこんな感じ。私、エクスキューズミー、女性、何ですか？私、妻の席を少し後ろに下げてもいいですか？女性、え、本気で言ってるの？女性、私は足が長いし、バスの中が快適じゃないから、座席は後ろに下げない方がいいわ。他にも、コーナーショップの店主は、私の対応をしている間、携帯電話で話したり、テレビを見ていたりして、ぶっきらぼうに値段を言う時だけ、それを止める。イラつかせるウェイトレスは、私が注文を伝えようとしている間中、その日一日がいかに不愉快だったかを話してくる。店で私に最高のサービスを提供した人、携帯電話や同僚に気を取られることなく素早く対応し、感じのいいフレンドリーな人たちは、皆イギリス人以外の人たちだった。日本から帰ってきて、物を買うときに小さなトレーにお金を入れるのが好きだったことに気づいた。レジの人に直接お金を渡すのが、とても野蛮なことのように思えるんだ。私がアメリカに行った時は、お釣りがお札で帰ってくると思っていたのに、小銭の山が帰ってきた。あと、代金が87セントで、お釣りの25セント硬貨をもらおうと、1ドル12セント出したら、店員がめっちゃ混乱してた。
東南アジアから帰ってきたばかりだけど、店員がお金をつかんでお釣りを渡すとき、紙幣が手の中でしわくちゃになったままなのがとても不快だった。日本のようなお金に対する敬意がないんだよね。店員が買ったものを存在に扱うとき、カウンターに置いたり袋に入れるときに商品を手荒に扱うのが嫌だ。せっかくお金を払ったんだから丁寧に扱ってほしいよ。まあこれは日本のせいで俺も軟弱になったなと思う瞬間でもあるが、私はよくホットステーキとチョコバーを買うんだけど、レジの人はいつも温かい食べ物の上にチョコを乗せるの。日本で袋を別にしますか?と聞かれていたのが懐かしいわ。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。私はずっと日本で暮らしたいって人は、高評価ボタンを押してくださいね。また、外国で不便を感じた体験談などありましたら、お気軽にコメントをお願いします。興味深い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。